さあ、はい、お兄さんね、はい、楽しいですね、毎日ねゴルフに携われてね今日来てるのはヒモンヤの、うん、スイングヒモンヤ、ね、ゴルフ練習場ですね。はい、はい、まあこう来てるんですけれども、はい、ここにはですね、あの GDO のやってるあのトップトレーサーレンジ、お、略して TTR ね、TTR、はい、うん、TTR がまあ打席入ってるんですけれども、うん、イージルダンス、イージルダンス、 TRF もう一回いい略して TTR が打席に入ってるんですけどね、はい、イージルダンス、イージルダンス、踊る君を見てる TRF ありがとうね、うん、2回突っ込んだことになっちゃった1回目間違ったね、うん、もうちょっとだけ DJ こうやってたもう俺もちょっとサムやってたんだけどねもう松屋サンバなさがサムがねもう本当に44歳なんだからもうボケボケしてください、本当にもうすいません、ちょっと古いんだから。トップトレーサーレンジを使って GDO が何やら楽しそうなイベントをやってるらしいのよ。らしいね。もうほぼ毎月レベルでなんかメニューがどんどん増えてるでしょ。そう、うん、でこのトップトレーサーレンジの、あの詳細説明はもうちょっとあの詳しくはなんか別のところにあのリンク貼っときますからそこでちょっと、まあ、本家の方でね、はい、見ていただきたいと思うんですけど、はいはいはい、なんかね、ほんといろんなことができるんですよ。らしいですね。フリー計測だけじゃなくて、だから今日はそのイベント、うん、ゲームというかね、そう、うん、なんかそういうのをね、ただただそれを使って遊ぶという動画ですまあやったことないからね。やったことないから、ね、まず やらな始まらんもんね。そうで狙いとしては、うん、いろんなところにトップトレーサーレンジありますから、あ、じゃあゴリラの皆さんと時間が合えば一緒に練習ができたりとか、そういうこと。だから僕らはこれを機になんかイベントに、リアルなイベントにつながればね、なるほど、これいけんじゃないかと。この間千葉でやったねイベントも非常に多くのゴリラの方、そう、ご参加いただいて喜んでいただいて、9月のイベント良かったですから、だからああいうのがね、もういろんなところでできるための一つのきっかけにしてやろうと思うとおります。うん、TTR を使ってね、 Easy to dance Easy to dance それ俺のだから、踊る君を見てる、カズさん入ってる、カズさん入ってる、カズさん、カズさん、うん、それはカズさん、はい、うん、本当に怒られるからちょっと今日はね、ポイントゲーム、あ、ポイントゲームね、うん、ちょっと前に流行った、Netflix の韓国のドラマはあれはイカゲームなんかどうやらこのポイントゲームを12月、はい、そう、TTR の施設で、はいはい、イベント大会、大会イベント、はい、キャンペーンやってるみたいなんで、なんかそれに向けてちょっとね準備運動、お、準備運動、うん、やっとく、今日慣れといて本戦参加しようかな、本戦参加ね、うん、ということでね、ちょっといろいろ僕らもあのちょっと やりながらの、ね、見ながらの出たい出たい、うん、ということで今日は遊びますすみませんまずポイントゲーム押すで、兄貴孝太郎入ってる、はい、来た、始める、はい、簡単だね、あ、これでいいの、もう、なるほどなるほど、何これ、なんかどうやらさっき説明書見たけど、うん、この 2×2 っていう的を通してその奥のターゲットポイントに落とすと、うん、そのポイントが2倍になる。何言ってか分かんないよ何言ってか分かんない。でもこの高さをどう通すのかが難しい ねこれね、すごい、ちょっとやってみよう、やりながらちょっとやっていきましょうか、ね、じゃあまず兄貴から、はい、好きなところ狙っていいんだね。そう、好きなところ狙っていいし、はあはあはあ、このポイントが一覧でこれ右に出てるんですよね。なるほど、100点などまだないよね。より遠くにはこれがあるわ、あるわ、より遠くに行けば行くほど得点が高いん なんだ。なるほどね。でこれ3球勝負っぽいね、これ見る限り ね。オッケー。でもラウンド1ラウンド2だからね。ああ、なるほどね、うん、じゃあちょっとまあまあ やってみないと。まあ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 、88、はい、88ね、まあ、ヤードいく、うん、そしてかける2通したい欲だね。これかける2通すの結構ライナーでいかなきゃいけないのかな、どうなんだろう。どうなの。あー、惜しい。はい、ダメあ、あ、転がってキャリーじゃないんだ。あ、ラン転がってもいいんだ。なるほどなるほど。で、次、あ、たかし、もう続けていくんだ、ね、続けていくんだ。じゃあちょっと安牌で50、うん、あ、かけるに消えた。あ、本当だ。あ、ずっとあるわけだ、ないんだね。なんだよ、かけるに。やっぱラッキーチャンスだったんじゃん。お、どうなのか。どうよ。おお、おい、あれ10点。ルールがよう分かっとらん。めちゃくちゃ良かったのに。
じゃあなんかやっぱ最初のティーショット、あ、最初のショットの方が良かったんだね。点高いんだねやっぱり。今めちゃくちゃ低いと思うよ点。いや今のめっちゃいいショットやったやん。これも完璧。はい、どう。おやるじゃん。20点。20点。で今でこれで三谷貴が、あ、こっから俺なんだ、ね。三谷貴今現状50点。めっちゃ低いよ多分。ちょっと待って、これ新しいの出てきたよ、なんかぐるぐるみたいな。これ点数逆転になるっつら。そうなの。圧倒的な差が出たら狙う。狙うな、うん。キングボンビーグみたいな。そういうやつだね。キングボンビーなのか分かんないけど。120いきます私は。120いっちゃう？120いっちゃいます。あのあっちの一番奥の赤いのでいいんだよね。だと思う。あれが一番奥だね。もう何点か分からないけど。狙うね。狙うよそう。一番奥狙うの。いきますよ。引っかかりました。引っかかりましたけども、ほらこうだろう、出た、ほら逆転使った、今逆転使った。70点だけどこれ今ねチェンジになったから。熱いじゃん。あ、本当だ、一気に70点になったよ。あ、熱い、ちょっと激熱やん。え、すごい、何これ、0点今高太郎に吸収されたんじゃないのこれ。あ、すごいね。あ、熱い。ほんで待って、見て、かけ算出たよ。兄貴ゼロ点だったもん。かけ算出たよ。かける3。もう一回、もう一回行けよってことだろあれ。120。もう引っかかんないぞ。どうだ。うわ、これスコアかける3。お、通ったよ。え、ちょっと待って、激アチじゃないこれ。これ90点だよ。うわ。なんか何も知らんとやってるけど、兄貴に圧勝していることだけは分かってます。孝太郎なんかその的通ってるからすごいことになってる。すごいことになってるね。だから次88、あ、88のちょっと右狙い、これむずい、むずいよ。88右狙い、88の右狙いね。あ、ちょっと右かこれ。あ、うわ、かける5があったね。嘘、ほんと。さあ私の得点はこれで170対0。はい、ね、俺のさっきの点数持ってかれたよね。そういうことですよ、ひっくり返りましたから。絶対にすごいね。おもろちょっと、兄貴、はい、0点からかける5あるからね。次ラウンド、最終ラウンドでしょこれ多分。なのかな。奥が何ヤードなの。奥が120ヤード。120ヤード。あの赤い旗の立ってるやつだよね。120の方向にまっすぐ出たらこれかける5使える可能性あるよ。使います。お、めちゃくちゃいい球。あ、取ったんじゃない。取ったっしょ。うわ、うまっ。あ、惜しい惜しい。そして何も取ってない。綺麗にめちゃくちゃまっすぐいったよ。うわ、惜しい惜しい。でもまた出てきたじゃん。次が、あー、ちょっと次が88の右を狙いながらかける。88の右のね、そういうことね。え、ちょっと面白いぞ。ポイントゲーム、やべ。80だから、ここは奥狙っちゃうとかけるさんが取れなくなるんだね。なるほど、よくできてる。これ1個だけいいかな。88のショットもいいな。1個だけいい。何これついてきてるよね、ゴリラの皆さん。楽しんで見てくれてるよ ね。やってみて一回。まだちゃんと分かってないけど、ちょっと右ね、88のちょっと右ね、はい、で少しドローかけちゃうよ俺。どうよ、うまいかもよ。あー、いた。あー、惜しい惜しい。もうちょっと左だったね。そして何も、あ、20点だ。あー、20点か。はあ。はー、ラスト、あ、またかけるさん。あ、またこれ80。でもね、もうこれかけるさんいよいよ取れないとちょっとやばいんじゃないかな。めっちゃいいショットなんだけどな。かけるさんの位置が把握しづらい。確かにね。どう、これめちゃくちゃうまいよ。取ったじゃん。お、取ってない。あれダメ、もう3かける3だけ狙ったんだけど。これね、いや高さだな。これちょっと分かったのが、やっぱりあの通さなきゃダメだね。あの高さがね、感覚がちょっとねむずい。はい、またじゃあ120をちょっと。これでもいいですね、なんかそのドラコンともニアピンともまた違う感じね。
小太郎ちゃんはもうあれだよ、うん、今リードしてるから120だよ、ね、得点狙いよ、はい、高得点狙いでちょっと左か、左でしょう。あでもおいいね、30点。いや意外にだから、あ出てきた出てきた、かける3、しかも激アツのとこじゃんあれさっきと同じじゃん、好きなラインじゃん。ああこれちょっと強くない、入った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 、嘘でしょ、入ってるでしょ、あうわゼロ点じゃん、入ったのにゼロゼロだとそりゃそうだよね、かけてもね、あかける5でできた、うわわやばい、これは80の88の方向狙って、そうだね、88そんなにね高く打っちゃダメ、さっきのピッチング、これピッチングだけど、あだからちょっと番手上げの、そうピッチングで88ヤード打とうの、どう、はい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 、どうだろう、通ってるでしょう、うわあ0点、あ来た来た来た、20だ、かけてない、かかってない、かかってない、3、2が6、うわ圧勝じゃん気使うぐらいの圧勝じゃん試合終わってみたらマジで、まあまあちょっと練習した方がいいよ、いやそんな悪くなかったけどな、いやまあでもこれ面白いね、あのオプションあのかける3とかさ、ああいうモードなしにしてくんないかな、その勝負それコンテンツ的にめちゃくちゃシュールすぎて、ちょっとあそうか、ちょっとね、でも面白い面白い、だこれいろんな打ち方、うん、練習になるし、なるしね、めちゃくちゃいい、なんか気になるのがね、うん、ゴーフィッシュ、ゴーフィッシュ、ゴーフィッシュ名前がね、すごい、ね、名前が非常にいいね、ちょっとこれ押してみようか、ゴーフィッシュ、 ゴーフィッシュ、はい、これどうやらね、魚が釣れるらしい、あー面白い、ほら多分これでしょ、あのそうですね、そっちの方向に落とせっていう感じでしょ、で、これでこう見るんですよ、なるほど、そうするとこの今魚がいる周辺がこうやって、なるほどですね、じゃあ52ヤード手前、52の手前をちょっと狙ってみようか、グリーンの手前の、ね、52の手前を狙ってみましょう、52って兄貴その黄色だよね、奥です、もうちょっと奥です、はい、52の手前、ね、2つ目の白のやつですね、はい、じゃあ52の手前行ってみます、あちょっと大きか、あちょっと大きかったね、めっちゃ惜しかったね、惜しい惜しい、これシャーク釣れると、あでも釣れた、でもピンキーパフ、かわいい、ちょっと兄貴も釣ってこない、釣る、あこれいいかもしれない、完璧ですよこれ、ちょっと、ああ空き缶、なんかこのゲーム兄貴に辛いね俺悪くなかったんだけどな、めちゃくちゃ、次簡単かも、次が52の島の右ライン、右あ縦に右だね、縦に右、これは取りやすいんじゃない、 ここの方向っていうことでいいんだ、そうですね、あのそうですね、あのバンカーですね、バンカーですね、疑問屋で言うとで52ぐらい、こんなもんでしょうかね、ちょっと強くないですか、本当ですか、お取った、おはい、マイティーシャーク、これマイティーシャークなかなか取れないからね、マイティーシャークいくらってもいいですからねいや俺もマイティーシャーク釣りたい、はい、じゃあ兄貴ちょっとじゃあ次マイティーシャーク的なの取ったら、うん、52の右、52の右、うん、あのバンカーですか、バンカーだね、なんかコウタロウさんちょっと強めが良かったな、ちょっと強めだったかもしれない、そう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 、これどこですか、あいいよいいよいいよ、ほいほら来た、おえベルムがホエール、チャンネル登録よろしくお願いします、うん、全然いいと思うんだけど、うん、おじさん2人でするゲームじゃなかったこれでも非常に可愛い、これでも、うん、普段狙わないじゃない絶対あんなところ、うん、そうね、バンカーに向かって打てないんで、だからああいう風にさスタンスを変えてさやるとさあいいかもしれない、あの画面でもこうターゲット変えられるんだけど、いやもうスタンス変えてそこに打つっていうのがより実践的だと思う、確かにね、うん、めちゃくちゃ良かった、いいですね、あと子供だねこれ、いや本当にね、うん、これさなんか本当に今ゴーフィッシュって言ってさ魚もこれも可愛いんだけど、うん、例えばディズニーとかそれこそポケモンとかさそことコラボしてね、コラボしたりしたらすごいさ親子連れで、これポケモンとコラボしたら大変だよこれ
こっちもそうですけどね。いろんな問題がねありますけれど。いやでも面白かった。あ、面白いですね。いっぱいあるんだね。あとはニアピンドラコンとか、まあこれは従来あったやつなんですかね。うわ、クラブ別計測なんかもう兄貴っぽいじゃない。あ、そうだな、ね、あと皆さんね、これ今日はちょっとまた別の機会でやりますけれども、はい、非常にこうね辛い、もう本当にハードなあののが好きな人はやってほしいんですけど、トップトレーサーパーティー。ああ、これね、ゴルゴ30ぐらい ではないけど、まあ、ゴルゴ30ぐらい、うん、厳しい、ね、厳しいシビアな感じ。30球打たされます。打たされるっていうとちょっと言葉が違うね。30球打ってで自分の弱点とか そうですね、そういうのをね、うん、いろいろともうデータに、まあ、それこそスタッツもそうだけど、ハンディキャップも出るみたいで、ね、それに対するレコメンドもいただけるような、うんうん、非常にソフトね、うん、ちょっとねこれ少し時間かかるみたいだけどね。そうね、うん、いや、こんだけのことができるトップトレーサーってこれ結構、もしかしたら町の近くの練習場にトップトレーサー入ってるけれども、うん、こういうの使ったことないっていう人僕結構多いと思うんですよ。なるほどね。まあフリー計測とか一般的だもんね。そう、フリー計測でどうしても行っちゃうかな、なんか。うん、確かに確かに。フリーケースもいいしね。これあとやっぱ、ね、カップルとかもいいと思うよ。あ、いいよね、いろんなゲームで。今さ2人でした、ゴーフィッシュだってさ、これおじさん2人でやったからあんな感じになっちゃったけどさ、これいいカップルできたらいいよね。これいいじゃん、うん、あれはもうシャークだぞっつって何言ってるか分かんないですけど、俺シャーク釣れたぞっつって。というわけで今日はこういうちょっとね、はい、トップトレーサーレンジ略して TTR をね、はい、使って、いろいろやりましたけれども、どうでしたか、はい、兄貴。非常に良き、非常に良き。俺だってもうフリー計測しかしてなかったから。あ、そうだよ、ね、むしろまあ俺もそうなんだけど、うんうん、こういうのでちょっとちゃんとね、そう、うん、やっぱ狙うとか、うん、やっぱゴルフ場のああいう実際の景色が出てくると、はい、ただ打つあの感じじゃなくなる。いや、そうね、マインドがちゃんといろいろ考えてちょっと入ってくるアドレスから、うん、確かに、だからより実践的に近くなるのかなと思いました、うん、いや本当そうだな、うん、いいもんやったね。自利用もいいじゃない。だからこれを僕らは きっかけに、なるほどね、全国でアンギャスしようっていう。アンギャスしよう。これでポイントゲームめっちゃ練習しとくわ。そうね、だからもう本当皆さんも、これもしね、トップトレーサーレンジのある練習に僕らがイベントで行った時には一緒にポイントゲームでちょっと勝負しましょう。勝負しましょう。はい、それまで皆さんポイントゲームちょっとやってみてください。やってみてください。これね、かける2とか3とかあのね、エリアを通すのはなかなか、でもあれね、慣れが必要かもしれない。そう、あれコツ掴まれたら結構大変だね。あとひっくり返るやつも、あれいいね。あれきつい。あれきついね。0点だもんね、だって。だって、打ってなかったから。そうだ。だからもう0点になってる。0点になっちゃった。あれ激アツなんだよね、だからね。あれはそう、ね、そう。だから上手い人ともやっても、全然あれで一発ね、いけるから。ひっくり返るから。はい、ということでですね、うんうん、このポイントゲーム、皆さんぜひですね、お近くのトップトレーサーレンジが入ってる練習場さんで腕を磨いていただいて、僕らが全国アンギャしてイベント行く頃にはですね、ぜひちょっと勝負してやりましょう。やりましょう。来月はポイントゲームらしいですけど、また翌日はニアピン、はい、あ、いろいろチャレンジだったりとかメニュー変わるらしいので、それにのっとってちょっと我々も特訓しましょう。これかしこまりました、ね、これいつかあなたの近くの練習場にも我々出現するかもしれませんので、これ行こう、前向きに行きたいもん、ね、俺それまでしっかり腕を磨いておいていただいて、はい、ぜひね一緒に対決しましょう。ね、時間あればね、はい、皆さんとやりたいわ、はい、やれるのかおい。やれるやつは来いよおい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは、次回は、まあ、ギアをお届けしましょうかね。はい、今日はね、すいません、なんかね、うん、ちゃんとついてきてくださいね。うん、ちょっとやってほしいね、まず。こういうのをね、やらないと分かんないから、ね。そう。ということでお届けしました。はい、次回はどんなクラブをお届けできるでしょうか。さようなら。さようなら。